わりにしないとね。やれるものならやってみよう。ま、私には勝てないでしょうけど。守ることが私の役目です。やっ、精霊王がついたよ。怖がらない、愚かな子よりを悔い改めなさい。後悔することになる。影の力、まだ希望はある。折れない意志を剣に乗せて切り開いてみせる。なんだか興奮しちゃう。どれくらい耐えられるか。そうだね。どうだ、教えてやる。これ格の違いというものだ。ライブ配信スタート。思い知れ。やるね。何してるの、早く始めよう。よし、泣いてもやめてあげないから。どこ見てるの。安心して、私がいるから。せい。どうだ、これは新たな試練ですね。道理に外れた者には相応の裁きを下します。光のディスティーニが加護を輝かしく光でプリササダンことを。肩慣らしていこっかな。はい。無知なやつら、急ぐ。解脱するよ。油断すると痛いでやめな。ダメじゃない。みんなの力を感じる。行くよ。この程度。やあ！しまった。戦うべき時を見極めてこそ騎士です。行きますよ。いつ。何してるの、早く始めよう。やあ！精霊王が道の獣じゃ。怖いわ。私いなんのよ。やるじゃない。この程度。私が食ったおうか。しまった。我が種族の存在はその目にしかと思い知れ。そんな、我が大義をなすために多少の犠牲すら必要だ。やるじゃない。私は守るべきものがある限り負けるわけにいかない。負けた。おいとんねん。そんな、あるかな。これは新たな試練ですね。はっ。幸運があなた方にあらんことは。はっ。かかってくれば度胸があるならね。こっちこっち。泣いてもやめてあげないから、私の秘技を見せてあげる。私がいるから。やあ、影エルフ。ライブ配信スタート。やつのこと気に。はーい。おい。
守ることが私の役目です。守る者の力を甘く見ないでください。なんだか興奮しちゃう。まずは一発。光のディスティーニが加護を与えます。愚かな行為を悔い改めなさい。みんなの力を感じる。見ていてね。これが未来の女第一歩になるんだから。私だけじゃない。みんなで力を。